皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィーニングイレブン2020ウィークリープレイヤーやっていきたいと思います。はい、ということで今週のガチャ内容こんな感じですよね。はい、今週は暑いですね。メッシ、オバメ、レバンドフスキーとか、まあ、攻撃陣はかなりいい選手も揃ってますし、まあ、ディフェンスでいうとマルキーニョスとかもいるので、この辺を狙っていきたいとこですね。今週ノイアーいいか、まあ、キーパーいないのでいいんですが、いいはちょっとさすがにきついですかね。ということで、今回もやっていきましょう。はい、早速なんですけど、まあ、前節ね、初勝利もね、取ることができたので、1回ね、ガチャで、ね、ボックスガチャ引いていきたいと思います。はい、引いていきましょう。どうぞ。結局、まあ、FP 選手もまあ、いるんですが、欲しいところなんですが、まあ、ノーマル選手が、まあ、ベースにはなってくるのでね、ここ大事にしていきたいところですね。ということで、ガチャ来ましたが、さあ、誰来る?お、バルサ、金ですね。あ、2番って、セメドかな。あ、セメドですね。はい。セメド、スリマリ、セルダル、なかなかいい3人来ましたね。スリマリはスパサブは？お、持ってる。はい、ということでガチャやっていきましょう。今週はまあこの3択ですよね。はい、まずモナコはまあ黒100なんですけど、まあ週刊とバイエルンがかなり豪華なので若干さっぱりめですね。その中でもバカヤコとかね、この辺が面白いかなと思いますね。あとベインエデルとかいいと思いますが、ただベインエデル持ってるんだよな。はい、それからバイエルンについては今回こんな感じですね。まあ今週ゴールキーパーのノイアーがいいなので、まあここはちょっと今回は避けたいとこですね。能力はいいんですけど。はい、まあレバンドフスキーとかミュラーとかキミッヒとかこの辺がまあ欲しいですかね。それよりも熱いのが今回は週刊 FP ですよね。特に上の段がかなりね豪華なラインナップになっています。しかもね今週もちろん A なのでこの辺もいいところですね。メッシ、オバメ、マルキーニョス、この辺が欲しいですね特に。はい、ということで、まずはねルーレットの方も回していきたいと思います。はい、ということで、ルーレットの方回していきましょう。今回は3択ということでね、まあ選択肢がかなり狭まりましたが、まあやはり週刊 FP が欲しいですね。まあその次バイエルンかなというところです。ということで今回早速引いていきましょう。はいはいはい、さあピンクがいいのかな。ピンクが週刊 FP にしたはずだからピンク欲しい。あー、どうわー、おー、マジモナコ。はい、ということで今週はモナコに決まりましたね。はい、ちょっと厳しい内容ですね。でベンエデルが出たらまあ食わせるという形になりますかね。はい、ここら辺をね、バカ横とかかな、ルコントとかこの辺を狙いたいところですかね。今週のウィークリープレイヤーはこの選手。能力もまあ改めて見ておきましょうか。プレイスタイルはハードプレスですね。能力はまあこんな感じで、まあレベル1だとまあまあまあフィジカルが若干、あとスタミナも高いですね。あ、アグレッシブネス96か。はいはいはい、いいですねここら辺も。あとディフェンス能力がやや高いぐらいです。コアは6ですね。スキルは3つです。まあこんな感じでいきたいかなというところです。で今週に関しては調子悪い人は確かいないかな。はい、まあいなかったんですが、まあこんな感じで選んでいきました。はい、ということで試合の方に行ってみましょう。マッチングしました。第2節やっていきましょう。調子ドン、相手5バックですね。はいはい、ハワルクはないけど、そうですね、アザールは使いたいな。調子悪いけど、まあコーチってバカ横も使いましょうか。まあ、変える人いないな。では、試合やっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、そうですね。どのような、まあ、サッカーなんだろう。5バック。はいはい。誰もいない。レナト・サンチェス。はい、横ずらして、アザール。待って。ちょっと、そんなに？あ、不調だから？残した。バカ横、ケアしてんのどっちや？縦か。いやいい。中、あ、待って。あ、オッケー。待ってと、OK しか言ってない。オッケー。繋いだ。いけ。ナイス。ナイス。おっしゃ。オッケー。ムスケ、オッケー。あ、サイド空いてる。アザールで出せる。アザールに出せる。はい。あ、中空く。あ、やべ。あ、ミスった。逆に行かないといけないやつだ。レナト。うわ、すげえ、アウトスピンキックパス。やばい、裏。キーパー。いやー、マジか。倒れてる人いる。あ、やばい。マジか。あ、オッケー。さあ、クロスから、やべ。いやー、キーパー。いやー、マジか。サイドか。あー、オッケー、クロス。あー、マジ？
いや、キーパー。何やってんの？いや、マジ？いや、すげえ。すげえ。やばい、オッケー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 。まだある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 。とりあえず前半1点返させていく。お肉、ニヤズドン。オッケー。ニヤズドンなのかな。オッケー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 。まあまあまあ、前半とりあえずここで、ああ、え？あらばは出しどころがないベレッツ。当てて、オッケー、受けた。いやー。お、ヤザールから、はい、レナとオニエクル、裏へ抜け出す、マニュアル、オキトル、いや、取りきれませんと、あここつなぐ、つなぐの分かってるけど、無理だわ、聞いたい、なんか聞いたい、レバンドフスキ、あぶねえ、やばい、中横で、いや、間に合わんか。お、助かった。なんか空いてます。コバチッチから。コバチッチ抜けるよ。うわ、遅いけど。いや、もう決めてちょうだい。コバチッチの決定力。あ、オッケーオッケー。あら。なんか空いてる。あ、オニエクル。あー、オニエクルさん。スタミナ切れなんですか。もう取れる。オッケー。コレア、コニエクル、コニエクル、コレアで狙っていく。ちょっと力加減がわからん。お、アブバカルキープ。レナトから、ああなんか上が、おコニエクルから、あどうしよう。うん、切り返し。ああ挟まれたら無理。クロス上げよう、シンプルに。レナト、レナト、サン、あ待ってちゃう。あちょっと。コバ、いや、ミスった。また、今のは入力残ってたね。いい牙。オッケー。全然オッケーじゃないけど、終了ですね。あれ、蹴ってくれなかった。はい、ありがとうございました。いやー、ミスったな。先制した後の、なんかゲームプランというか、もうちょっと考えようあったな。こっちのキーパー忘れてたわ、普通に。金のキーパー80だったのに、ミスったな、シュート打たせない。まあ、後半は割と、そうでもないかもしれないけど。いけてたんだけどな、忘れてたわ。キーパー金だった。いや、これ、これ良かったんだけど。ベレッツの上がりがね。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。バルセロナが勝利できませんでした。はい、ということで、ちょっとキーパーを補強したいところですね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。